おはようございます。リキューです。ウェルエイジングアワー、朝のウォーキングラジオをスタートしてまいります。年を重ねるエイジング、その先にある介護の情報を東京流れる隅田川のほとりを歩きながら、できるだけ毎日、この時間に放送させていただいております。あ、おうちで新聞の田村さん、おはようございます。今日の隅田川、風波度2ですね。結構木立が揺れていて、風が強い、風切り音が入ると思いますが、ご容赦ください。それも朝のウォーキングラジオの、まあ、特徴っていうか、まあ、そういうのも楽しみながら、風波度2がギリギリなんですね。それを超えると、もう無理だなということで、家に帰って建物の中で放送しておりますが、まあ、できるだけこの外の雰囲気を味わいながらお話ができればいいかなというふうに思っています。まあ、最近晴れたり風が強かったり、今日は曇りですかね。もう完全に青空は出ていないですけど、今日の天気はどうなんでしょうか。ですね、朝歩いて気になるって言いますか、こう目にする光景の中で、公園で猫に餌を与えている近隣の住民の方がいらっしゃるんですね。おおむねエイジングした人たちです。これ前もお話ししましたけど、この辺って大きな団地があるんですけど、その団地に住んでいる人かどうかもちろんわかりませんが、その団地はペットを飼いませんという看板が出ているんですね。私たちは迷惑なのでここには住めませんというような表記をしたペットもあるんですね。ですから高齢者の方々、ペット飼いたい、お一人暮らしだったりするとペットを飼いたいと思うと思うんですね。まあ内緒で飼ってる人もいるらしいですけど、基本は飼えないというルールの中で団地に住むことができる。それとこの野良猫なんですけど、野良猫に公園で餌を与えている人たち、ちゃんとね、用意をして餌を与えてるんですね。猫も団地に住めない。で、エイジングした人も団地でペットを飼えない。ですからこれは介護と一緒で、ペットを町で飼ってるというふうに考えてしまうんですね。居住している共同住宅で飼えないんであれば町で飼おう。でそこに住んでいる、団地に住んでいる人たちが、団地に住めない猫に対して公園などで餌を与えていて、町でペットを飼っている。で、それを多分楽しみにしてきてるんだと思うんですね。バッグの中にはお水だとか、そのお水を入れる容器だとか、あるいはちょっとしたフードが入っていて、私が通り道にそういうコースがあるんですが、ちゃんとお水を入れて、餌を容器に入れて、そのペットを、ペットって言いますか、特に野良猫ですよね。野良猫がそれを飲んだり食べたりしている。で、そこに結構な人数が集まって、会話をしてるわけですよね。あの猫いないなとか、あ、食べたよねとか。だからペットは一人のお家で飼うイメージですけど、それが叶わないこういう町のルールの中で、町でペットを飼ってるという感じですかね。ペットっていうか野良猫に餌を与えて共に町で生きている。で、その近くにペットって言いますかね、猫に餌を与えないでくださいっていう禁止の言葉が書いてあって、で、そこにこういう言葉があるんですね。住民の方が迷惑をしています、だからペットに餌を与えないでくださいっていうことが書いてある。で、餌を与えている人たちも近隣の人たちで、まあ、そこが多分役所に、公園を管理する役所にクレームが入って、役所は看板を立てて近隣の方から迷惑しているから、ここで猫に餌を与えないでくださいっていう看板を出す。でもそこで餌を与えている人たちも近隣の人である。さあ、どう考えたらいいんでしょうね。こういう街づくり、一定のルールはもちろん必要だと思いますけど、あれ、今ちょっと配信
音声の電波が弱いという表示が出たけど聞こえてるんでしょうかね。はい、まあ、いろんなことが起きますよね。ちょっと配信が届いてるかどうか不安ですけど、今日のテーマなんですが、ですね、服薬する力というテーマでお話をしたいというふうに思います。一瞬切れました。聞こえます。あ、ありがとうございます。じゃあ続けますね。昨日ウェルエイジングライブということを、やりました。これは私が運営しているウェルエイジングアカデミー、エイジングする人たち、あるいは介護事業所に商品を届けたい、商品サービス教育を届けたいっていう、まあ、私の考え方に共感する人たちがそこにショップを作っていただいて、そういう商品を一緒に説明したり、あるいは教育動画に変えたりしながら、あるいはそれを買った人、使ってる人の感動秘話を投稿していただいて、まあ、情報共有して、そこで、まあ、学び合う、あるいは議論し合う、毎週ディスカッションする場を設けています。そこに商品を提供してくれている方、田中さんという方なんですけど、田中直俊さんかな、大阪豊中にお住まいの方がいらっしゃって、もともとは企業のリスクマネジメントのお仕事をされている人がいるんですが、もともと大手製薬メーカーにお勤めの方だったので、今はその方が、服薬ゼリーの販売をするということで私のショップに登録をしていただきました。で、服薬ゼリーというところをテーマに昨日ライブをしました。いくつかの課題があって、それを社会課題として捉えようということですよね。高齢期、やっぱり細胞が変化をして病気になりがちになって、で病院に行きますと、まあ、治療が始まったり、いろんなアドバイスの中で、要は薬が処方されるわけですよね。で、処方するのはお医者さんで、それを見て薬を提供してくれるのは、まあ、薬局って言いますか、薬剤師さんですね。で、それが今ポリファーマシーということで、たくさんの薬、あるいは飲み合わせが合わないので、皆さん必ず薬手帳持っていかないと、お薬を受け取る時の料金が30円くらい高くなるっていうこともご存知だと思うんですね。で、それを示しながら、この病院でもらってる薬と今日提供する薬とのこの飲み合わせというものを薬剤師さんがチェックしてくれて、で確認をしてアドバイスをしてくれるっていう仕組みがかなり強化されています。で、一方老人ホームでは、全ての高齢者って言っていいと思うんですが、薬をやっぱり利用されてるっていうか、服薬をしている方ばっかりなんですね。ですから食事の後に薬を飲むのが大体普通だと思うんですが、調剤薬局さんからちゃんと処方箋に基づいて施設に分包した薬を届けてくれるんですね。で、届けてくれる人は薬剤師さんだったり、届ける専門のスタッフの方だったり様々ですが、今犬が鳴きましたね。あ、石川さんおはようございます。淡路島いかがでしたか。ですね、この路上ホームの流れをちょっとご説明すると、調剤薬局から路上ホームに、その薬の分包されたものが届くわけですよね。誰々さんの薬の分ですとか。で、それを受け取るのは、まあ、看護師がいれば看護師がやる、医療の窓口というこの薬の管理を看護師が受け取って、ちゃんと届いたかどうか、間違ってないかどうかっていうのを確認をしていきます。で、その管理のもとで、実際お食事の後に薬を飲ませているのは介護職の人たちですね。で、しっかり飲み忘れしないような、まあ、様々な工夫をしながら、まあ、食前の薬もあろうと思いますけど、まあ、薬を食の前後に、まあ、提供していくということですね。で、飲み忘れ、それとね、A さんの薬を B さんにやってしまったみたいなことも起きるので、その間違いが起きないかどうかっていうのを、複数の目で、複数の専門家が管理をしているということですね。で、役割分担は先ほど申し上げた通りになります。
ただ結構ね、服薬忘れあるいは間違いと結構起きるんですね。一人の介護職が10人近い人たちに食事の提供して、その中で薬も提供するので、つい間違えちゃうということが起きちゃうわけですよね。それともう一つはですね、これが最大の今回のテーマなんですが、お食事を食べることも難しい、まあ、これ嚥下困難者、飲み込む力が弱くなっている人たちがたくさんいらっしゃるわけですね。そこに様々な工夫をしています。口腔リハビリ、あるいは口の中をきれいにして、飲み込んだ唾が汚れてると肺に入った時に炎症が起きて、まあ、誤嚥性肺炎になって最終的には死に至るということで、これは老人ホームにおいては自己扱いになってしまうということ、まあ、それを基準にして看取り介護にシフトしていくというような判断をしているということですね。ですからその人にとって非常に重要な薬、それを今度どういうふうに服薬するかというのは、飲み込む力で、それがもちろん自分でできなければ、それをサポートしている、まあ、専門職、介護職、看護たちがいるということですよね。で、その飲み込むことをスムーズにするためにいくつかの方法がもちろんあるわけですね。そのまま薬局から提供された薬を最後お水とかお茶で飲むということができれば、飲んだということを確認しての A さんはちゃんと予定通り飲みましたよということをちゃんと報告すればいいと思うんですけど、飲み込めない人がいるわけですよね。で、飲み込めない時にどうしてるかっていうと、要はとろみ剤、お食事もとろみにつけてゆっくり流して落としていくっていうことをやってるわけですよね。で、その とろみに薬を入れて、薬も飲んでる、お茶にとろみを入れて飲んでる。で、そのとろみが全てじゃないみたいなんですが、その薬の品質を変えてしまう可能性があるということですね。それと飲み込めないので、薬を潰して分けて勝手に飲ませるということは、薬のやっぱり量の問題が起きてやっぱ効かなくなったり、あるいはその薬の成分が他の人、あるいは介護者だったり他の人に要は影響を与えてですね、別な障害が起きる可能性もあるということですよね。で、勝手に変えちゃいけないわけですよね、やっぱりね。それとそのご飯に混ぜて食べてるっていう、そういうこともある。これはケアの品質的に、まあ、良くないなと思いながら、私もそういう研修、私が老人ホームに行った、あの研修に行った老人ホームでは、そういうふうにして食事会場を指導されたことを思い出します。もう30年以上の前ですけど、まだそういうことがなされている施設があるらしいということですよね。ですから、ご飯を食べる能力、その後に薬を飲む、その薬を同じように飲む力、これが衰えていると、どういうふうにしてお医者さんが提供してくれた薬、薬剤師さんが分包してくれた薬を決められた通り飲んでいくのかというところに、さまざまな課題が生じている、さまざまな方法があるということに気がつきました。で、薬は医療費、診療報酬だと思うんですね。で、お食事会場っていうのは介護報酬です。で、その中で提供される食材、要はお食事っていうのは介護報酬の対象外で、要は自己負担なんですね。で、そのとろみだとかお水でも難しい人に対して、服薬ゼリー、薬の成分を変えないというふうにして作られた服薬ゼリーにその薬を入れて服薬するというものを商品化しているのが、昨日ライブのゲストだった田中さんが販売で、その先にある人たちが開発をされた商品。商品としても7、8年経つので決して新商品じゃないんですけど、なかなか普及するのに時間がかかってる、あれ説明が難しいということでした。まあ、老人ホームの状況を見ると確かにそうだな。すべての人が薬を飲んでいる。でもその飲ませ方、服薬の方法は様々である。
で、その結果、薬の成分が体に予定通り入っていかないということで、また薬が追加されて、薬が増えて盛られて、医薬品って言いますかね、その薬代が日本全国でたくさんかかりすぎて、様々な課題、問題を引き起こしている。で、もちろん一番大変なのはそれを服薬する高齢者の方々の生活が維持できないとか変わるということが起きるとしたら、たかが薬ですけど、その薬の飲む力、服薬する力、それに合わせた服薬のサポート、まあ、介護ですよね。で、それは多職種で連携するということですね。お医者さんが処方して、薬剤師さんが調薬して、それを届けてくれて、看護師がチェックをして、健康管理とともにそれを食事の時に提供するのは介護食。で、もちろん料理を作っているのは栄養士。で、栄養士が低栄養をチェックして、栄養マネージメントをして、で、そこに機能訓練指導員が座るとか、歩くとか、あるいは食べる時の姿勢、あるいは食べる時のお箸だとか、あるいは容器というものもその人の能力に合わせて補助具、自助具、テーブル椅子の高さ、姿勢の形とか、そういったものをその人に合わせて食事、あるいは服薬というところをこう全部見ていくわけですよね。非常にたくさんの専門職が関わって、で、様々なことが引き起こされる食事から服薬というところが出てくる。高齢期は残念ながら飲み込み力が衰えていくわけですよね。これ40歳をピークに衰えるというふうに専門家はおっしゃってるので、まだ大丈夫だと思っている方も老人ホームに入るくらい、要介護度3、4、5くらいになってくると、むせてよだれを流しているという人たちを見かけると思うんですが、これはやっぱりむせるっていうのは誤嚥をしてるわけですね、軽くね。それでむせる。で、よだれを飲み込めないので胃の中によだれが落ちずに口の外に出てしまう。そういった人に薬が処方された時に、その人の飲み込む力、唾も飲み込めない人が、このお医者さんが提供してくれた、薬剤師さんが調合してくれた薬を飲み込めない。で、それをしっかり飲み込んでもらう、服薬してもらうために努力している、まあ、介護現場があるし、あるいはお家でそれを見ている家族がいらっしゃるということですね。この服薬ゼリーというものがしっかり理解されて、それをしっかり使えるようにした施設と、ご飯に薬を乗っけてスプーンで混ぜて食べてる施設というものの、この見極め方もですね、経営者の方針もあるし、あるいはそういう施設を選ぶ側の判断もあると思うんですね。薬は重要である。でもなかなかそれを服薬する力がないっていう人たちに、我々何をするべきだろう。昨日の答えは服薬ゼリーというものを開発した人がいて、そのお話を聞いて、なるほど、トルミより服薬ゼリーなんだなということを理解して、お水を飲むことが難しい人たち、お水あるいは左右で薬を飲んでほしいというふうに思うけど、それが叶わないので、昔だったらオブラートに包んで、あと粉末の薬が多かったですよね。ですからその粉末を飲むのが難しいので、オブラートに包んで、飲んでる。それが今カプセルになって飲みやすくなってきた。その薬の形も変わってきましたよね。進化しています。ただ残念ながらカプセルを飲み込めないという人たちがいて、でもその人たちこそ薬が必要な身体状況である、まあ、薬を拒否する、薬じゃなくて別な方法で生きていこうという判断もあると思うんですが、まあ、薬を上手にいただいてって言ったらあれですけど、薬を飲んでいく方法というものをもう一度考え直すかなというふうに思いました。はい、ということで、ですね、まあ、
たくさんのことが分かってきて、たくさんの困りごとを何とかしたいと思っている人たちがいて、新しい商品が生まれて、でもそれを届ける説明が難しくて、価値観が変わって、お年寄りの人がそれを判断する情報が足りなくて、結果として応援をしてですね、人生の最後のステージに向かうとしたら、それが正しい判断、正しい選択だったのかどうかっていうことを後で気がついて後悔しないように、なんとか説明能力を上げて、いい商品というものを探し出して一緒に届ける方法を考えていきたいというふうに思います。そのために作ったのがこのプラットフォーム、ウェルエージェングアカデミーというサイトなので、また、概要欄に貼っておきますけど、まあ、興味を持っていただければ幸いです。はい、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。